はい、おはようございます。おはようございます。定刻となりましたので、平成29年、7月の定例記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに、牛久市長根本よりご挨拶申し上げます。はい。皆さん、改めてこんにちは。お暑い中、ご参加いただきましてありがとうございます。梅雨が明けたということでございますけど、これが水系のことも水不足が心配されているでしょう。でもそういう中でも熊本県の豪雨の中では35名の方が亡くなり、まだ行方の方がまだ分からないという不正なことを申し上げて、お見舞い申し上げます。さて、当市としても、来週7月の29日、30日と河童までございます。約踊りパレードの1万2000の近い、人の近い人数が参加するでございまして、延べで20万というような話を、聞いております。皆さんもぜひまたお越しいただきたいと思います。果実、当市では、今月の12日から19日の間、小学校ごと区長さんを集めいただきまして、タウンミーティングを行いました。合計で135名の方に出席いただき、書きになるご意見を伺いました。その中にも公共交通の在り方、そしてやはり大きな問題、空き家の問題が多くのご意見でございました。これは少子高齢化の伴うさまざまな地域の状況でございますが、市でも空き家対策を設けながら積極的に取り組んでございますが、なかなかまだ課題が多く、そのまだ道なんかでございますが、いろんな皆さんのご知恵をいただきながら一つ一つ解決していきたいと思います。で、一応私からは一応でございますので、あとでまた主催になったらお願い申し上げます。はい、それではお手元の概要に従いまして進めさせていただきます。読書手帳サービスの開始について、教育委員会部長河合よりご説明申し上げます。はい、教育部長の河合でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私からは読書サービスの開始についてでございます。当サービスの趣旨目的でございますが、読書手帳サービスは図書館で本を借りたときに借りた本の情報、これはタイトル、著者名、出版社名、貸出日、また自己採点用の白抜き5つ星マークなどでございますが、記載されたシールをプリントアウトしてこの読書手帳に貼ることで自分だけの読書記録を作ることができるというサービスでございます。このサービスにつきましては6月の27日からすでに始まっているところでございます。で、図書館で借りた本に限らず自宅や学校の本などを読んだ時にもこの読書手帳に手書きで記入することができ、小中学校における読書活動にも活用できる手帳といたしました。読書手帳は図書館利用の活性化はもとより、学校において子どもたちの読書の定量化や読書活動へのアドバイスなどに活用することができ、読書意欲を増進するための読書応援グッズとして期待されており、読書手帳の導入後児童図書の貸し出し冊数が2倍に増えたという図書館もあるなど、読書履歴を見える化することで読書意欲を促し学力向上も期待しているところでございます。こちらの内容でございますが、読書手帳につきましては小学生以下の子ども用と中学生以上の大人用の2種類をご用意いたしました。子ども用は50枚のシールと簡潔に感想やメモを記入することができるようになっておりまして、大人用は最大100枚のシールが貼れるようになっております。牛久市に在住の中学生以下のお子様にはいっぱいになった読書手帳を中央図書館に持参していただくと、新しい読書手帳を無償でお渡しをすることになっております。また小学生以下のお子様には達成シールの方もご用意してそれを交付するということにしております。読書手帳の配布につきましては小中学生に対しては各学校を経由して去る7月18日に配布をいたしております。また牛久市在住の小学生未満のお子様には中央図書館の窓口において無償で提供をしております。なお高校生以上で読書手帳をご希望の方には実費相当額20円でございますが、で本日から販売をさせていただいているところでございます。
この読書手帳につきましては、株式会社内田陽光が2010年に開発し、山口県下関市立図書館に導入したことが始まりでございます。この読書通帳手帳サービスには大きく分けて3種類ありまして、預金通帳タイプである読書通帳は専用の機械で通帳に記録を直接印字するタイプでございます。また辞書タイプは専用の用紙などに自分で書き込んでいくタイプ、今回当氏が導入したお薬手帳タイプ、こちらは印字されたシールをこの手帳に貼り付けるタイプという形になります。県内の実施状況といたしましては、鹿嶋市がお薬手帳タイプ、結城市が預金通帳タイプ、つくば市は辞書タイプを採用しており、また取手市では借りた本の情報が図書館のホームページの利用者メニューの中に自動的に記録される方式を7月1日から始めたというふうに聞いているところでございます。以上でございます。続きまして、行事等のお知らせ情報に移らさせていただきます。1番目、宿市中学生映画施設団の派遣について、教育委員会次長、杉本よりご説明申し上げます。教育委員会次長、杉本でございます。私からは、宿市中学生の映画施設団の派遣事業につきまして、説明申し上げます。日時は、今月7月の26日水曜日から28日の金曜日3日間ということで、場所は広島県広島市、主催といたしましては牛久市平和施設団派遣委員会が主催といたします。この事業の趣旨目的でございますが、中学生を平和施設として広島市へ派遣するとともに、代表生徒の学習の成果を時代を担う若い世代や保護者、地域の方々に広め、平和への意識を高めるということが目的です。内容でございますが、26日から28日の2泊3日で、広島市を訪問いたしまして、広島平和記念資料館の見学や、被爆体験者の講話などを通じて、戦争の悲惨さ、平和と命の尊さ、国際協調の大切さについて考えを深めるというものでございます。実施した後には個人の報告書を提出していただくということと、合わせて、校内の平和の集い、および、牛久市文化祭等でのパネル展示等を通じまして、その学習成果を発表することとなっております。対象でございますが、市内の5つの中学の2年生、ということで、平和に関する意識が高く、平和施設派遣の趣旨及び内容を理解し、その参加を希望する生徒ということになっています。今年度は44名の応募がございまして、厳正な抽選によりまして派遣人数25名を決定してございます。この費用につきましては1人当たり約6万円程度かかります。そのうちの2万円を個人負担、残り3分の2は市が補助金として交付しております。県内の他市町村の状況でございますが、石岡市、土浦市、湯ヶ崎市、町ほかで実施しているという状況でございます。特記事項でございますが、この事業は今年度で13回目を迎えております。また広島訪問後につきましては、8月1日火曜日、午前11時から生徒代表2名が町議室において市長への報告会を実施するということになっております。以上でございます。続きまして、行事等のお知らせ情報2番目、第36回祝賀祭りの開催について、商工観光課、金子栗原よりお願いします。商工観光課、金子と申します。よろしくお願いいたします。第36回祝賀祭りの開催について、先月の内容に変更はございませんが、この度ポスターとプログラムの方が出来上がりましたので、改めてご報告させていただきます。日時の方が平成29年7月26日土曜日、30日日曜日となっております。開催場所は穴水通り牛久市役所近隣公園となっております。趣旨目的といたしまして、祭りのメインイベントであります河童林踊りパレードを通じて、市民同士の一体感や触れ合いを意図しております。内容といたしまして、メイン会場の穴水通りは両日とも午後3時から9時半まで歩行者天国となります。
市内小学生による演奏&ダンスパレードを皮切りに、よさこい鳴子踊りパレードやメインイベントのかっぱ林踊りパレードを開催します。第2会場の市役所敷地内と近隣公園では市民やプロの歌手などによるメインステージ、ライブステージが開催されます。メインステージでは29日には芸人のあきら 1%、 松岡慎吾、香里、30日に歌手の矢野アンナ、ユンチ、近藤夏子が登場します。詳細は絵師第36回宿泊祭りプログラムをご覧ください。特記事項といたしまして、両日配布されます内輪には抽選番号が印刷されており、30名様に旅行券が当たる仕様となっております。以上、よろしくお願いいたします。行事等のお知らせ、最後にですね、平成29年度、高校生模擬会ということで、教育総務課安藤大瀬坂山越総務理事課飯田より、ご説明申し上げます。教育総務課の安藤です。よろしくお願いします。私の方からは平成29年度高校生模擬会のお知らせをいたします。開催日時は平成29年8月18日金曜日午後1時30分開会となっております。場所は牛久市役所議場4階となっております。趣旨目的といたしましては、次世代を担う高校生が市議会の模擬体験を通じ、日頃抱いている疑問や地域のさまざまな課題について市長・教育長に質問・提案することにより、政治への関心や理解を深めるとともに、高校生の視点から広く街づくりについて意見を聞き、今後の市政運営に反映することを目的としています。内容としましては、市内4校から各3名選出いたしまして、合計12名で行っております。定例理解一般質問形式で行いまして、高校生模擬議員の質問に対し、市長及び教育長が答弁する形で進行いたします。本市の模擬議会は本年で25回目となりますが、高校生のみ対象の模擬議会は今回が初開催となっております。当日は議場内での写真の撮影もできますので、ぜひ取材をよろしくお願いします。以上です。では、本日の会見の方はこれで終了させております。来月8月の定例会見は8月23日水曜日午前10時11時から、こちらの場所で行われます。どうぞよろしくお願いします。